鬼部は漢字を部首により分類したグループの一つ。後期時点214部首では194番目に置かれる。鬼字は人の死後の霊魂を指す。霊的存在は天上界の存在を神、人のものを鬼とい,い、天神人気、合わせて鬼神という。また、鬼字は広く万物に宿る精霊を表すこともある。 その字型は肥大化した頭を持った人の形であり、そのきっかいさから様々な解釈を引き起こしている。亡霊そのものを描いたという説もあれば、説問開示のように人が亡霊に襲われている様子とする説もあり、また、動物の仮面を被ったシャーマンといった説もある。なお、和訓の鬼は頭に牛の角を持ち、裂けた口に虎の牙を生やした怪物を指すが、これは、 日本独自のものであり、鬼門が東北、すなわち牛虎の方角にあることからできたと言われる。変貌の疫符としては、霊魂や精霊などに関することを示す。鬼部は、このような疫符を構成要素に持つ漢字を収める。見、先駆けのような尿、魂、義のような作り、または、魔のような足の形をとる。中華人民共和国の新字型では、鬼のように、 伝の中央の縦角と左下の払いをつなげて一角としている。このため双角は九角となり、日本と異なる。また、総台までは上部をたと作る、いわゆる角のない字体も多く用いられた。これも双角は九角である。鬼24。ありがとうございます。